セーラー万年筆株式会社は文房具を中心とした製造メーカー。1949年に東京証券取引所2部上場。1911年2月に坂田九五郎が広島県呉市に坂田製作所を創業する。1932年8月に株式会社組織として株式会社セーラー万年筆坂田製作所を設立する。 戦時中の1941年4月に株式会社、坂田製作所に一旦変更するが、戦後の1952年5月に株式会社セーラー万年筆、坂田製作所に戻す。1960年に現在の社名であるセーラー万年筆、株式会社に変更する。日本を代表する万年筆、メーカー2社がセーラー、パイロットと非常に似通ったイメージを持つ。 ブランド名を使っているが、これは偶然ではない。日本初のボールペン製造や、カートリジ式万年筆の特許取得など、日本の筆記用具業界をリードしてきた老舗である。今日では、文具製品だけでなく、同名ブランドで、産業用ロボット生産も行っている。売上構成は、ロボット機器がおよそ28%、文具類が72%である。 なお、1952年には本社を呉から東京に移転したが、2021年4月、東京町の本店のみ69年ぶりに創業地で、ある呉に戻した。ありがとうございます。